なじま城は、筑前国名島にあった、日本の城。博多湾に突き出した、標高50メートルの丘陵に築かれ、三方を海に囲まれた、東西300メートル南北100メートルの土地に、北に本丸、南に二の丸の二つのクルワで構成されていた。秋国三原城と同様、水軍の根拠地としての性格の強い城であった。筑前国属風土記によれば、 本丸よりも二の丸の区画の方が大きかったという。なじま城跡にある、なじま神社なじま城推定復元図、なじま門なじま城の遺構と伝わる、創福寺の唐文部全国の戦国大名大友氏の所流であった立花氏当主、立花明都氏が、立花山城の出城として築城したことが、始まりとされる。天正15年に、 島津市を降伏させ、九州平定を果たした豊臣秀吉は、地区前国や近隣諸国を毛利市の重心であった小早川高景に与えた。小早川高景は、上地の剪定にあたり、海に近く水軍の本拠とできる城の築城を計画し、この立花山城の出城であった名島城を大改修して居城とした。また、これには、 豊臣秀吉自らの指示もあったとされ、九州に異変があった際には、中国の毛利氏より、速やかに救援を送れるようにとの思惑があった。文禄慶長の役の際には、豊臣秀吉が、淀殿を伴い、この城に立ち寄り宿泊している。同役に参加するために、非善国名古屋城に向かっていた、日立国の大名、佐竹義信の家臣の平塚滝春が、 旅中に通過した謎島城について、島に構築された水軍城であること、城下町が形成されていたこと、城に直接大船を接岸できる構造であること、石垣と天守が立派であったことなどを書き残している。後に、小早川高影は、養子とした小早川秀明に家督を譲り、この名島城から退去して、三原城に戻った。秀明は、 小早川家の新たな当主として、謎島城に入り、城主となった。慶長5年の関ヶ原の戦いの結果、小早川秀明は、岡山51万国に家造店舗をされ、この畜全国には、武前国なかつから黒田長政が入った。長政は、立地的に、城下町の整備の余裕がない謎島城を廃城とし、近隣の福崎に、新城の築城を決定した。 そのため、なじま城の建物は、建材として、石垣は、石材として持ち出され、福岡城の資材となった。また城の一部が移築され、なじま門の名で、大堀公園と平和大陸上競技場の間に、現存している。なお、旧面島城にあった襖や障壁画などは、現在、京都国立博物館に所蔵されている。城跡の多くが、住宅地となり、 天守台の一部やなじま神社にその名残を留める。福岡市では地元の要望により、なじま神社に隣接する高台部の耳打ちを購入し、なじま城市公園として整備し2012年4月に開園した。案内の看板なども設置され、史跡としての定裁が整えられた。園内の桜の木は枝が地面のすぐ上にあり、地を這うように伸びているのが特徴で、 我流桜の愛称が付けられている。また、福岡城などへの移築に伴い、残っていないとされていた城の遺構も発掘により、発見され現地で公開されている。最寄りの鉄道の駅は、西鉄海塚線のなじま駅であるが距離が 1km 以上あるため、市内中心部の展示に郵便局前から、西鉄バスを利用して、なじま運動公園前で下車する方が楽である。 なじま運動公園前に停車するバスのほとんどは、都市高速道路経由で、天神からの所要時間は15分程度。なじま神社境内から、なじま城市公園に入ることができる。なじま城市公園の開放時間は、4月から9月9時19時、10月から3月9時17時、無料。なお、以前はあった、駐車場はなくなったため、公共交通機関でのアクセスが必須である。 我流桜間もなく満開東区の、なじま城市公園西日本新聞、2016年3月31日。ありがとうございます。